あなたのお父さん何歳って聞いてきて50って答えたら、うわ俺と一緒だ、え俺っていけないよねって言ってくるやつ何なんですか。お前は恋愛対象じゃねえよ。本当ろくな芸能界のおじさんに会ってないですね。そうなんですよね、全てにおいてついてない。